からもうなんかいろんなことが始まりつつあるという気が満々でございます。どうもこんにちは、小田です。今日はですね、新札切り替えで預金封鎖が来る、その兆候が始まったというテーマでお話をしていきたいと思います。このチャンネルの中では何回か預金封鎖が来る可能性がありますよと、でそれは2024年か2025年のどちらかに来るでしょうという話をしております。それは明日とか明後日というよりも、どちらかというと新札が切り替わってからがスタートだというふうに申し伝えておりますが、このねシナリオが着々と進んでいるなということをやはり感じるような出来事が最近ものすごく多かったんですね。ですので、これについてお話をしていきたいなと思います。まずはですね、そもそもの話なんですけど、預金封鎖って本当に来るんですかというふうに思ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、預金封鎖ね、来ないでしょうっていうふうに思ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけれども、日本はあったしっていうふうに思ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。そうなんです。日本はあったわけなんですよ。1946年に預金封鎖あったわけなんですね。私たちの資産が没収された時がございました。具体的に言うと、その資産がですね、タンスにいろいろと詰め込んでない限りは、銀行にあったものはですね、全部取られたわけなんですよね。だからタンス預金という謎の習慣が始まったわけなんですよね。だからみんな信じなかったわけです。あいつらはやるに違いないっていうふうに、今の80とか90ぐらいの方はですね、それを心配して結構ね、タンス預金を持ってるっていう方は結構いらっしゃるわけね。なんですよね。ただ銀行に預けてそれで大丈夫とは信じられないっていう、そういう時代を経験してるわけなんですよね。だからやっぱりね、だいたい80年周期ぐらいで札というものが一気に切り替わるわけなんですよ。もうこれ世界的な周期でもあるわけなんですよね。ですので、その周期のタイミングに今あるわけなんで、それがなんで起きないんですかと、逆に言うと起きない根拠を僕は知りたいなと思うぐらい、いろんな状況証拠がたくさん来てる気がするんですけど、皆さんどうでしょうかって話なんですよね。で、預金封鎖が起きるとどういうことが起きるかという話なんですけれども、預金封鎖が起きるとですね、まずはたくさん銀行に預金がある人は9割ぐらい課税されると、人によってはですけれども、なんでこんなに取るんですかっていうぐらいゴソッと取っていくっていうね。国っていうのは暴力装置だぞと、昔ね、哲学のスピノザっていうね、ユダヤ人の哲学者が言ったことがありますけど、まさにそうだよなと、暴力機関だなと思いますね。恐ろしいですな。ということでですね、そういう風にしていきなりこうむしり取っていくわけですね。諸場代を出せと、お前たちは国に住ませてやってるんだからみたいな感じで、急に牙を剥き始めるということになるわけです。もうちょっと言うならば、銀行の引き出し制限というものが、開始されました。でその時はだいたい月に1家庭あたり20万が上限だったわけですね。だから本当にカツカツの生活を余儀なくされたということなんです。生活できるかできないかということですね。だからもしあなたが銀行に資産が3億円ありましたと、そしたらですね、2億7000万ぐらいいきなり取られて、そして月にね20万円しか使えないと、おーみたいな、いや私お金持ちじゃないからいいですっていう方もいらっしゃるかもしれないけれども、でもそれでもですね、やっぱり生活に関しては結構カツカツの生活を余儀なくされるんじゃないかなということですよね。でこれが預金封鎖ということでございます。さらにですね、この状況に入りやすいためには何が必要なのかというと、デジタル通貨でございます。デジタル通貨にするとですね、いかに資産を私たちが持っていようと把握されるわけですね。把握されましてですね、それで一気に数字をいじることができるわけなんですよね。今でもその中国とかそうですけれども、人間にランクがつけられましてですね、こいつは反逆的な思想を持ってるなと、僕みたいな、なんかそういうやつっていうのは SNS でなんか変なこと言ってるぞっていうのが分かったらですね、そこでこいつは反逆的な思想だなっつってね、体制に反逆するやつだなみたいな感じでですね、ランクっていうものが下げられましてですね、移動もできない、そしてお金も下ろせないみたいな、そういうようなね、全然笑えない状況が、今と隣の国ではあるわけなんですけれども、ということでですね、そういう感じにだんだん行く先はなっていくわけですね。だからタンス預金さえ無理みたいな状況になるわけなんですけれども、考えると気が重いですな。新札切り替えにするとですね、何が起きるかっていうと、このデジタル通貨への流れを簡単に
しやすくなるわけですね。要するにですね、今までの札、これがある種のデジタル通貨と紐づいてますので、全て追跡できるわけですよ。ちょっとチップが埋め込まれてまして、タンスにいくら今お金隠してもですね、いいわけなんですよ。でもね、それがもう旧紙幣があるタイミングで全部使えませんって言ったらどうなるかわかります？そうなるとですね、もう財産を使えなくなっちゃうわけだから、今隠してタンスの中にたくさんね、数千万ぐらい隠してたんだけどみたいなやつを全部一旦銀行に預けないといけないわけなんですよね。だって使えなくなるんだから、紙切れになっちゃうわけだからね。そうするとその時にですね、全ての財産がバレるわけですよ。そしてデジタル元とかであなたはいくらありますっていう数字が全部わかっちゃうわけですね。そうすると銀行口座とマイナンバーカードも紐付けられますから、そうするとですね、こいつ反逆的な思想持ってるなと思ったら急にゼロにしたりとかですね、そういうことができたりするわけなんですね。そうすると国はね、国民管理しやすいので、国としてはやっぱこういうのやりたいですよね。一気にお金も取れるし、預金封鎖バーンと行きやすいですからね。だから新札切り替えて、そしてデジタル通貨が導入されたタイミングが、この資産凍結っていうところに行く準備が進められているというふうに私は思っております。だからそれが2024年になるか2025年になるか正直わからないけれども、少なくともシナリオの一つとして新札への変化っていうものがあるわけなんですよね。まあここは昔のどっかで喋ったことがある話でもあるんですけれども、そのね、兆候が今もう結構見えてるんですよね。だからそれがちょっと気味悪くてお話をしなければいけないと思うんですけど、結構今外国の有名な人たちが自社株を売り始めたんですよね。少なくともメタのね、マークザッカーバーグさんとか、いろんな有名なお金持ちたちがですね、結構株売り始めたんですよ。でアメリカのいろんな投資家たちもですね、結構その株自体に何かその価値を見出してないってことなんだよね。今さらにそこと連動してですね、日本の今株価がむちゃくちゃ上がってますね。そして仮想通貨もむちゃくちゃ上がってるわけですよ。ビットコインなんかバーンと爆上がりしたわけですね。株が上がって仮想通貨も上がったってことは何を意味してるかっていうと、日本のお金の価値が下がってるってことですね。実体経済がなくなってきたってことなんですよ。そしてアメリカも似たような状況にありまして、これどういうことを意味してるかというと、円ドルの価値が下がってるっていうことなんですよ。だから相対的に上がってるっていうことも見方としてはあるわけですね。投資対象として円として持ってたりドルとして持ってたら、これ暴落する可能性があるので、そうするとやばいよねっていうことですね。この暴落っていうのも一つの預金封鎖のトリガーの一つですから、急にインフレが起きたりとかそういうような状況になったのが引き金として、またこれ預金封鎖っていうのもそこも起きるからね。だからシナリオはね、着々と進んでるんですよ。だから今投資とかね、そういうところでやろうと言ってる人結構多いんじゃないかなと思いますね。ビットコインこんなに上がっちゃったんで、いやー周波が出せっつって、そういうこと言ってる人も結構いらっしゃると思うんですけれども、もちろんそこはね、僕はこの投資チャンネルではないので全く僕は言えないんですけど、必ずですね、上がったものは下がります。ここでですね、新ニーサとか結構国も煽ってますよね。やらないやつはバカだみたいなことをインフルエンサーまで言い始めた。あ、今これ合図ですよね。合図じゃない？思いません？これ合図ですよ。だってあの人たちって結局お金もらってるっていうか脅されてるっていうかどっちかわからないけれども、インフルエンサーの人たちって誰とは言いませんよ。なんかやたらとね、進めてる人たち結構多いじゃないですか。それってやっぱりですね、例の注射の時と同じで、みんな盛り上げろっていう話なんですよ。それやったらどうなるかっていうのはわかりますね。でそれがわかるのは1年後2年後なんですよ。注射の時も同じようなことありましたよね。煽った人たち今責任取ってます？新ニーサ煽ってる人、あなたたち責任取れます？多分取らないんですよ。これ国からお金もらってるからっていうことなんですよね。だからもうなんかいろんなことが始まりつつあるという気が満々でございます。というか気というか伏線がね、たくさん点が今つながってる感じですね。だからまあやっぱり来ますね。いつ来るかわからない。ただやっぱり暴落っていうのをどんどん起こしてって、新札にも切り替えて、そしてお金の価値がインフレが起きて、アメリカドル日本ドルの価値がむちゃくちゃ下がると、日本円の価値がむちゃくちゃ下がると、さあそこで預金封鎖だっていうね。まあこれは戦前と同じような流れですから、あの時は戦争が引き金でしたよね。だけどまあ今ある種そういうことが起きてるわけで、でまた分かりやすいことにですね、西と東の対立みたいなものが、まあ、今もう敷かれてるわけですね。ブリックス対ドル国、主要先進国と言われていた、まあ、そこら辺ですね。日本がそっち側にいますけれども、西側諸国ですよね。こことブリックス同盟が今ドンパチやってるわけなんですよね。だからまあその構図の中にいるっ
ていうことにありますから、だから私たちはいつでもその敗戦国になるカウントダウンが始まってますからね。今そういう状況にあるということを、まずは私たち個人が知っておくっていうこと、そしてそこに備えていくっていうことが非常に重要になってくるのかなと思います。じゃあこの時に、じゃあ預金封鎖に備えて何すればいいんですかっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですよ。なのでまあここはですね、選択肢はいくつもないんですよね。だから仮想通貨っていうふうにいるのはよくわかります。ただ今ビットコインはやばいよ。半減期今年でしょ。だから今年は必ず下がることが予測されているので、暴落してからなら打ち手はあると思うんですけど、今上がってる時じゃないよね。もう一旦こういう風にバーンと上がって、わーってみんなが騒いだ時っていうのが一番やばいんで、その前に手打ってた人だけが勝てるんで、暴落の時に勝って、そして次上がりまでを待つ人だけが投資の世界って勝てるんで。であと新ニーサね、はい、これもやばいですよね。同じようにね、だって国が仕掛けてんだから、これはやばいよということですね。だから定位のいい国がお金を管理し、投資という名のもとに国が課税するっていう新しい税金なんじゃないかというふうに、まあ、言ってる人もいらっしゃいますけど、その通りだと思いますね。だから新NISAとかも危ないっていうことね。であとは金はもちろん可能性あります。ブリックスが金を基本的に担保にしてやっているからですね。金はギリギリありかもしれないんだけれども、やはりこれも同じようにですね、預金封鎖の時にはですね、ダメですね。全部こう金も紐付けられてますんで、金として売られてるものは全部国が把握してますので、どんな金買おうとですね。なので基本的には金も当てになりません。いろんな意味でね、資産をたくさん持ってる方っていうのは、例えばさっき冒頭に言いましたよね、3億円持ってる方は2億7000万ぐらい取られるわけなんで、だったらちゃんと分散投資した方がいいですよね。まあ、金とかビットコインとか、まあ、仮想通貨とかね、そういうものに投資していくのは別にポートフォリオを持っておくということは悪いことではないと思います。はい、で株も持っておけばいいんじゃないですか。なんだけれども、やっぱり究極は不動産ですよね。不動産って言っても金融取引の材料としての不動産ではなくって、実際のものですよね。実際の家とか実際のそういう現物資産をちゃんと持っていくっていうことが、私は一番この時期いいことですよね。例えば家買って、そこに缶詰の工場を作るとかね、缶詰の御殿を作るとか、まあ、それぐらいでもいいんじゃないのって思います。どうせ売りゃいいんだから。お金ある人はですよ、ない人はいずれにしても何かやっぱり現物資産を持っておくっていうことが必要ですね。だから備蓄っていうのもある種の投資なわけなんで、ちゃんとですね、もし危機時になった時にお酒とかね、それも一つの僕は投資だと思いますから。ワインセラーとかってあるじゃないですか。あれと同じで、お酒をねある程度飲まれる方は、まあ、それを一つの投資商品として買っといても悪くないんじゃないですか。どうせ売るわけだからっていうふうに考えることもできなくはないかなと思います。お金持ってる人の話ね。お金持ってない方は、まあ、基本的にはやっぱりちょっとずつ備蓄をしていって、もちろんちゃんとローリングストックしかないしていかないといけないんですけどね。やっぱ古くなるからね、賞味期限があるものはちゃんとローリングストックしていくという前提ですよ。なんですけれども、まあ、やっておく現物資産を持っておくっていうことは、僕は一つ手かなと思います。だから不動産とか、あとはやっぱり人的なネットワークに、まあ、投資をしていく、まあ、人間関係のネットワークっていうのも投資対象ですよ。やっぱりそれは不動産だからね、動かないわけだから。その人との人間関係って基本的に深まったら、そんなに簡単に切れないじゃないですか、喧嘩するじゃない限りね。なのでやっぱり人との人間関係を広めていくっていうことが結構一番重要な投資かなと思います。だから不動産と人間に対する投資、人的な人間関係の投資ですね、これはやっぱり僕は必要かなと思います。いざとなってくれる時に一緒に戦える仲間、これは私は投資対象だと私は思ってますね。まあ、そういうドライな見方っていいのかなと思うかもしれないけれども、だけど多くの人がこの危機の状態の中でですね、当てにならなくなっていくわけなんですよ。その時にやっぱり戦える仲間のリストであったりとか、お友達の会った人の数というのは非常に僕は重要になってくると思います。ですので、まあ、そういった場所にね、行くとか、それも一つの私は投資だと思ってますから、これも投資対象として消えるじゃないですか。いいんですよ、そうしないと買えないんだからっていうことですね。これも私は投資だと思っております。ということで、まあ2択ですね。不動産的なもの、そして人間関係、まあ、これが私は、この預金封鎖時代のですねものなんじゃないかなと、投資対象なんじゃないかなと思います。
います。ということで、面白いなと思っていただけた方、そしてなるほどなと思っていただけた方は、ぜひ高評価ボタンをいただけると幸いでございます。あとはですね、この時代どうやって生き延びていくのですかというテーマでですね、サバイバルセミナーというものを取りました。でこれをですね、ぜひご覧いただけると、こういう時代にどうやって生き延びられるのか、なぜそうなってしまったのか、これについてですねお話をしていますので、まあ、ぜひ、ね、ご覧いただければなと思います。ということで、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価ボタンポチッと押していただいて、そして初めましての方はぜひチャンネル登録、そして概要欄も覗いてですね、サバイバルセミナーぜひご覧いただければなと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次のビデオでお会いできることを楽しみにしております。それではまた、ありがとうございました。